皆さん、こんにちは。通信工学専攻の山田です。今期、この通信デバイス工学の講義を担当させていただきます。本日からですね、通信デバイス工学の講義を、始めるにあたってですね、まず今期はですね、こういう形でオンデマンド講義ということでですね、YouTube に配信してですね、講義の動画を配信して皆さんにそれを受講していただくという形でやりたいと思います。講義スケジュール、この資料はですね、まずこの URL から私の講義資料の置いてある、ホームページからダウンロードできますので、事前にダウンロードしてですね、活用いただければと思います。で、講義のスケジュールとは例年、こういった流れでですね、進めているんですけども、今回はですね、オンデマンドということでですね、こういう形で録画してですね、YouTube に配信したいと思います。で、成績評価は例年レポート最後にレポートを書いてもらって、それで評価して、あと出席も取ってはいたんですけども、参考までに出席。で、皆さんはこの講義ビデオをご覧いただいてですね、コメント欄に学籍番号とか書いていただければ、それをちゃんとご覧になったものと判断してですね、出席というふうにしたいと思います。よろしいでしょうか。で、何かもしご質問とかですね、ちゃんと固まっちゃったのは、ちょっと待ってくださいね。余計なものを閉じていかないと、重たいからかな。メールを少し閉じといて。はい、それでですね、もしご質問等あれば、このメールアドレスの方にお寄せいただければ、時間のある限りお返事したいと思います。あと、これ、私は電気系2号館にいますけども、皆さん今、テレワーク中でですね、出てこれませんので、あくまでご参考というかですね、もし出てこれるようになったら、これ、ご質問等に。部屋に来ていただいても構いません。これが YouTube 動画へのリンクと URL ですね。大体以上が講義の流れですけども、講義この前半はですね、この通信デバイスということですけども、通信デバイスと一言に言ってもいろいろありますよね。無線通信デバイスとか、有線用のデバイスということで。あるんですけども、前半はですね、その無線用のデバイスで、後半は有線通信用の光ファイバー通信用の、半導体レーザーとか、そういった流れで説明を講義を進めていきたいと思います。でですね、まず通信デバイスはとはということですけども、一言で通信デバイスといってもですね、先ほど申しましたように、身の回りにまず通信デバイスって何を思い浮かぶかということで、パソコンとかなんか使ってるとですね、Wi-Fi のネットワークにつなごうと思っても時々エラーが出て通信デバイスが見つかりませんとかですね、そういうエラーが出ることありますよね。で、その時の通信デバイスって言ってなんかそういう物理的なデバイスがあるわけじゃなくて、ソフトウェアのドライバーのことを言ってですね、そのドライバーが組み込まれていないとか、そういうことですよね。で、その通信デバイスといってもハードウェア、物理的なハードウェアでもあるし、ソフトウェア であったり、最近ではそのソフトウェアのことが方が多いですけども、SDR ってソフトウェアディファインドレディオって、後で出てきましたけども、こういうデバイス自体がどんどんソフトウェアになってますので、必ずしもその電子回路で構成されたハードウェアだけとは限りませんけども、とにかくいろんなその通信デバイスと一言に言ってもいろいろありますね。無線を使った、無線通信用のデバイス、それから有線通信用のデバイスということもあります。無線でも
光を使うものとか、それから電波を使うものとか、まあ、ちょっと大きくここでちょっと分離をしてますけども、まず電波を使う、無線通信、それに使われるデバイスって 何かっていうで、まあ、これを一番身近なものとしてはですね、無線 LAN がありますよね。Wi-Fi、 皆さんもスマホとかパソコンなんかを無線 LAN でつないで使って、部屋でつないで、お使いかと思いますけども、まあ、いわゆる Wi-Fi と言ってるものですね。Wi-Fi、まあ、典型的な無線 LAN。これはノート PC やスマホに搭載されています。まあ、そういうデバイスが皆さんのスマホとかノート PC にはもう最近のものは全て搭載されてですね。いろんなゲーム機なんかにももちろん搭載されています。で、高速の無線データ通信を実現できます。これは非常に仕様としては高速ですから、画像データなんかを、動画データなんかをやり取りすることもできます。で、まあ、IoT、インターネットオブスイングスですね、もののインターネットの、まあ、本命ということになっています。それからですね、これもよく皆さんお聞きになっているかと思いますけど、Bluetooth っていうのがありますよね。これもスマホとかパソコンなんかにも、あるいはゲーム機なんかにも搭載されていると思いますけども、あるいはいろんな AV 機器ですよね。オーディオビジュアル の家庭用のですね、ステレオとかそういったものにも、テレビとかにも搭載されてますけども、これはですね、ちょっと Wi-Fi とは少し違ってですね、まあ、デジタル機器用の近距離での無線通信、主にその、映像機器、映像音声機器のデータ通信をやるもので、この Wi-Fi とは別物の規格ですね。で、ネアフィールドコミュニケーションと NFC という規格も制定されています。それから皆さんあんまりこれはご存じないかもしれませんけど、ZigBee っていうのがあるんですよね。で、これはセンサーネットワークに使われるということが多いんですけども、これは非常に低い低消費電力ですね。まあ、例えば乾電池1個で5年10年動くとかですね、ボタン電池1個で5年10年とかですね、そういったものもあります。ただし、データ通信は低速ですね、非常に遅い。遅いけども、いろんなデータをですね、例えば水道メーターに取り付けてあったりとかですね、電気のスマートメーターであったり、あるいは農業用のですね、いろんなセンサーとかですね、そういったものとかですね、そういったデータを送るのに使う、いわゆるそのセンサーネットワーク用のデバイスですね。これも全然この Wi-Fi とか Bluetooth とか、それから LPWA というのは、ローパワーワイドエリアの略ですけども、非常に、まあ、ZigBee とよく似てますけども、目的は近いですけども、ローパワーで非常に広域、ワイドエリアの無線データ通信を実現するもの、非常に少ない電力で、長距離の、だけども低速データ、低速な用途ですけども、そういった用途を実現する無線通信技術ですね。どうしても大容量、高速ですとやっぱり低消費電力で高速っていうことはありえない、物理的にはありえないんですね。高速でデータを送ろうと思って、どうしても電力、物理的に電力が必要ですので、エネルギーが必要ですね。高速でのデータのやり取りっていうと、やっぱり Wi-Fi とか Bluetooth、ある程度、電力が必要です。高速になればなるほど、その消費電力が大きくなるんで、そのボタン電池1個で1年も2年も動かすというのは無理ですね。それから RFID、これは赤外線、すみません、無線ですね。無線、RFID は無線ですけども、これもよく、身近でよく使われてますけども、もともとソニーが開発した非接触の IC カード技術の名称で、まあ、フェリカといっても、で、いわゆるモバイル、スイカとかですね、いろんなこの、カードなんかが、で使われてますね。駅の改札とかですね、いろんな物流管理なんかでこの、まあ、フェリカなんかはこの駅の改札、なんかにも今使ってますね。それから光を用いるものとしては、光を用いる無線通信デバイスとしては、これはちょっともう 今となってはレガシーですけど、IRDA っていう、昔は携帯電話でですね、携帯電話っていうか、まあ、スマホの前の、いわゆるガラケーの時代はですね、メールアドレスを交換するのに、まあ、皆さん経験
終わりかどうか分かりませんけども、赤外線通信、この IRDA という企画でですね、メールアドレスのやり取りをお友達同士でやってました。で、今もうさすがにこれはないですけども、そういったまだ企画自体は残ってます。ただしこれ非常に低速なんで、あんまり使いようとはないですよね。で、非常に至近距離でしかできないですね。スマホ同士を近づけて赤外線でやり取りする。で、デジカメの赤外線プリントなんかもありますね。なんて言いますかね。よくありますよね。赤外線を使ったプリントのですね、データを送る、プリンターにデータを送るようなものでもある。あとは、赤外線リモコンですね。これは今広く使われてますけども、こういった、リモコンとかですね、それからテレビのリモコンなんかも、ここに LED がついてますけど、これは赤外線なんで、人間の目には見えませんけども、シリコンのスマホのカメラでもそうですけども、シリコンの、フォトダイオードは、この近赤外域にも感度がありますので、これ見え、あの、ボタンを押すと光ってるのが見えてるかと思いますけども、スマホのカメラでも、人間の目には見えません。可視光じゃないんで、赤外なんで見えませんけども、赤外線カメラ、スマホのカメラとかなんかですと、この赤外線で光ってることが見えます。こういう、赤外線、近赤外域の光を使った通信なんかが赤外線リモコンでは広く使われてますよということです。そういったデバイスもあるし、それから有線の通信デバイスとしては、光ファイバー通信用、インターネットのトラフィックを今送ってる一番太い幹線は光ファイバー通信ですけども、そこでインターネットトラフィックはですね、日夜送ってるのは、光源は半導体レーザー、それから受け側はフォトダイオード。で、伝送路は光ファイバーですね。で、そういったデバイス、そこには光を増幅する光アンプもありますし、光を変調するも光のモジュレーターもあるし、光のスイッチもあります。いろんなそういう光のデバイスが使われていますので、光通信用のデバイスが使われていますので、一言で通信デバイスといってもですね、ここに挙げてあるように、大きく分類すると、無線通信に使われるデバイスなのか、有線通信用のデバイスなのか、で、これ全然ものは違ってくるんですね。こちらは集積回路のようなもので、FET とかもので CMOS の回路で作られてますけども、下のこの半導体レーザーなんかは化合物半導体でですね、ディスクリートな素子がまだ主流ですよね。で、全然一言で通信用デバイスって言ってもですね、全然ものは違ったものがあります。でですね、まず最初にですね、大丈夫かな。そういうふうに一言で通信デバイスと言っても非常に多くの種類がありますが、まず最初にですね、Wi-Fi、無線 LAN の規格からお話をしていきたいと思います。前半はですね、この無線通信用のデバイス。で、無線通信用のデバイスとしては、今日はですね、この、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、LPWA、RFID あたりまでお話ししたいと思いますが、まず、Wi-Fi の規格としてはですね、これはもう比較的古くから80年、1980年ぐらいから、この IEEE っていうのはアメリカの電子情報通信学会ですけども、そこの第802委員会というのが、その802委員会がこの規格を定めて、802もいろんな組織がありまして、そのドット11っていうんですかね、802ドット11というところが、その無線 LAN の規格を制定しています。で、古いものですと B 規格、ドット11の B っていう、もう今となってはこれレガシーですけども、で、最近の主流はですね、この A とか N とか AC、このあたりが非常に高速でですね、G も未だに使われてますけど、もう今現在この B を使ってる方はもういないんじゃないかなと。これ遅いですし、11メガしかないですし、最近はこの G、A、N、AC あたり。で、新しい規格ではこういうものがもうすでに制定されてますよということでですね、ちょっと後でお話ししますけど、この、
IEEE の 802.11 というところが、この無線 LAN、Wi-Fi の規格を制定してまして、Wi-Fi の周波数としてはですね、2.4ギガと5ギガ帯が使われてます。2.4ギガと5ギガ帯ですね。で、一番古いものではですね、周波数の帯域は2.4ギガで20メガしかなかったんで、最大伝送速度が11メガ BPS。11メガ BPS しかありませんでした。これですとちょっと動画なんかを送るとですね、固まってしまいますね。ちょっと遅いですね。で、マイモにも対応、マルチストリームにも対応してませんし、まあ、通信間の距離は100メートルぐらいは行くんですけども、まあ、今となってはこれはあんまり使わない。で、その後にですね、ドットイレブンの G という規格、これ2.4ギガ帯で、54メガまで高速化されました。54メガ、伝送速度がですね、54メガ BPS まで。ただし、マイモには対応してないんで、マルチストリームはダメですけども、まあ、100メーターぐらいまで出て、これはまあ今現在でも使われています。で、それのですね、周波数帯が5ギガ帯を使うものとしてですね、11.11A というものがあります。で、この場合もだいたい54メガ BPS というスピードです。マイモには対応してません。マルチストリームに対応して。で、伝送間の距離は100メートルぐらいあります。で、その後に出た新しい規格としてはですね、2.4と5ギガと両方切り替えて使えるということでですね、これはですね、最大 .11 の N という規格があってですね、150メガ BPS まで出ますね。で、MIMO 対応っていう、MIMO っていうのはマルチ、あ、あの、送信受信のアンテナが何本か、使える。マルチストリームが使えるものですけども、こういうものに対応したもので、伝送距離は100メートルぐらい。この辺は今、主流で使われているものかと思います。それから5ギガ帯のさらに高速化されたものではですね、11.AC というのが、これももう今、主流になっていますね。で、周波数帯も広くなって160メガまであって、800、これストリームあたりですね、ストリームあたり867Mbps ですけども、マルチストリーム、この N からですね、MIMO に対応して、マルチストリームが使えますので、それで2倍とか4倍、このさらにですね、多くのストリームを使うことによってですね、この、速度を2倍、4倍といった速度まで上げることができます。まあ、伝送速度は、伝送間の距離は100メーターぐらいです。で、これはまあ次世代の規格としてですね、.11AD というのがもう制定されてまして、もう一部使われて始めてるかもしれませんけど、YGIG と言いますけども、これはですね、ミリ波帯の 62Hz 帯を使うんですね。62Hz、非常に高い周波数。で、最大伝送距離速度もですね、6.75GHz までいきます。で、MIMO も対応してますけども、ただこの周波数っていうのはですね、もうほとんど遠くまで届きませんね。10メートルぐらいしか、もう部屋の中でですね、ほんと至近距離でしか通信ができないということで、まあ、ちょっと、そういう意味で遠くまでは届きません。それから、あと壁とかなんかあると遮られてしまうっていうことがあるんですけども。で、さらにまた AX という、これ Wi-Fi 6と言ってますけども、また新しい機械としてですね、2ギガ対5ギガ帯を使ったものとして9.6、もう10ギガ近くまでいくものもあります。まあ、こういった新しい規格もどんどん出てきておりますけども、まあ、これはちょっとこういうここから出典引用させていただいたんですけども、だいたいこの Wi-Fi 規格っていうのは、制定されたのは80年代ですね。確かこれ、1980年の2月だから802じゃないかったか、そういう意味だったと思いますけども、この企画が検討され、委員会がですね、検討を始めたのは80年代ですけど、実際使われ始めたのは、まあ、90年代の後半ぐらいからですね。で、最初はこの B 規格、11Mbps の非常に遅いスピードで、.11の B を使ってたんですけども、もう今これはほとんどないと思います。今の主流は、
この11の A と11の G。この青がですね、5ギガ帯。グリーンがですね、2.4ギガ帯のものですね。で、この N はですね、両方切り替えて使えるものですね。で、今現在この N も使ってますし、この AC というものも出てきてますね。5ギガ帯のさらに高速バージョン。で、新しい規格としてこの AX とか AD というのも出てきてます。この AD は先ほど言いましたように、YGIG というもので62話を使っているものですけども、まあ、この規格の制定自体はもう2010年、2000年、もう5年以上前からもう始まっているわけですね。ということで、まあ、Wi-Fi 規格にもいろいろこういう、歴史があるし、まあ、特徴があるんですけども、ただいろんなこの周波数帯でですね、2.4ギガを使う場合と5ギガを使う場合、それからまあ最近その YGIG で出てきた60ギガと、このどの周波数帯を使うかによってですね、いろいろ特徴がありますね。で、この周波数が高くなればなるほど直進性、光と同じように直進性が出てきます。ですから障害物に遮られたり、周波数が低いと回り込み、回折が起こりやすい。まあ、これ必ずしも周波数だけじゃないんですけど、周波数とアンテナのサイズによるんですけども、まあアンテナのサイズが同じであればですね、周波数が低い方が電波は広がって放射されますので、まあ壁とか障害物での回り込みなんかが起きやすいと。周波数が高いと直線的に進みやすいということでですね、2.4と5ギガと比べても、2.4の方が周波数が低いんで、まあ、壁とか天井なんかの障害物があっても、あるいは離れた部屋、2階と1階とかですね、隣の部屋同士でも比較的電波が届きやすいと。ところが、5ギガ帯ではですね、そういう壁とか天井のようなもの、障害物があると遮られてしまう。で、2.4ギガに比べると通信距離が短いっていう。あと、まあ、屋外で使えなかったんですけども、これ後でちょっと説明しますけども、昨年の6月からですね、条件付きで屋外使用も認められるようになり、この 5GHz 帯はですね、なりました。2.4GHz 帯はそういうメリットもあるんですけども、ただ短所もあってですね、デメリットもあって、これはですね、この 2.4GHz 帯を使ってる電気機器って結構多いんですね。電子レンジとか家庭内に、まあ、代表的なもの。電子レンジも同じように2.4ギガを使って、マグネトロンを使って、まあ、食品を温めてますので、これの干渉、これからの干渉がある。電子レンジ使っているときにその障害が起きやすいっていうデメリットがありますね。で、一方、5ギガ帯はあんまりそういう、他にそういう機器がないんで、そういう干渉は受けにくいということですね。あと、まあ、接続が安定しやすく、通信速度の向上が見込めますけども、ただこういう、デメリットもありますよ。で、60ギガ帯っていうのはですね、これはさらにもう今ほとんど使われてない。使われてないことないんですけど、車のレーダー、ミリ波のレーダーなんかは、この60ギガ帯を使ってますけども、まあ、それ以外はあんまり屋内で60ギガ帯を使ってるものってないんで、まあ、その家電製品からの電波干渉がまあほとんど影響ないと。これらに比べるとさらに影響がないと。で、ただ、その障害物に弱い、5ギガに比べるより、5ギガよりもさらに弱くなりますし、通信距離ももう10メートル程度と、非常に短い用途でしか使えないですね。まあ、そういった周波数によるいろんな特徴もあるんで、まあ、ケースバイケースで、まあ、2ギガでつなぐか、まあ、先ほどのですね、このどちらで、ドットイレブンの N の場合は、両方の周波数帯が使えるんですけども、どっちでつなぐかっていうのはですね、こういった目的に応じて切り替えていくという必要があるかと思いますね。それでですね、あとですね、先ほどもちょっとお話ししましたけども、以前5ギガ帯っていうのは屋内使用のみに限られ、限定されてました。日本の電波法ではですね、
ゴミ型は屋外では使ってはいけませんということでしたが、昨年ですね、2月にですね、この、総務省の情報通信審議会からの答申を受けてですね、昨年6月から条件付きで、この5.2型の屋外利用が可能となりました。まあ、あくまで条件付きですけども、まず屋内においてはですね、この全然問題ない、もちろん2.4ギガは問題ないし、ゴミ型の全ても全部丸ですので、こういった屋内で使用する分において、アクセスポイントのこういう無線 LAN 通信とかですね、そういったものは OK です。で、屋外ではですね、どういう条件がついているかというとですね、まずですね、上空、この、に向け、上空に向けて電波を出す場合、ダメですね。これ、航空機とかなんかには影響を及ぼす可能性があるんで、すべてダメ。で、ドローンなんかも2.4ギガ帯を使ってます。ドローンなんかも2.4ギガ。で、使えるのはですね、屋外でもですね、こういう5.6ギガヘルツ帯と、それから5.3ギガヘルツ帯はダメですけど、5.2ギガヘルツ帯で、このアクセスポイント専用の機器を事前にこの登録手続きを得ることです。総合通信局にこういう、これを電波を管理しているところに事前に登録すればいいということですね。アクセスポイント。端末はこれと通信する場合においては可能です。5.6ギガ帯は、まあ、特にそういうことがなくて OK だということと、あとこの上空でもですね、この飛行機の中は、まあ、上空飛んでますけども、機内は、屋外ではないということですね。この車両の中、新幹線の中とかですね、船舶内とかですね、あるいは航空機内は大丈夫だよということが。まあ、詳しくはこちらの総務省の電波利用のホームページをご覧になってくださいということですね。というふうのが Wi-Fi 規格ですけど、この Wi-Fi の規格で使われている、この無線 LAN で使われているデバイス、通信デバイスはどんなものかと。いうことですけども、まあ、皆さんこういうの見たことありますね。USB の、まあ、もともと最近のノートパソコンとかですね、スマホなんかにはもうこういうデバイスは内蔵されてます。デスクトップパソコンなんかには入ってるものもありますけども、入ってないものもあるんで、デスクトップパソコンのですね、無線 LAN でつなぎたいっていうものは、もし組み込まれていなかったら、この USB ポートがありますので、USB コネクタにですね、こういう通信デバイス、Wi-Fi 通信用のデバイスが、まあ、1000円ぐらいで売られてますので、こういうものを買ってくれ。これ、ドットイレブンの N ですね。ドットイレブンの N という規格で、こう1000円か1500円ぐらいでありますので、それを入れてセットアップしてやれば、デスクトップパソコン、そういうデバイスが入ってなくても、使うことができますと。で、ここで Wi-Fi のですね、A とか G とかの違いは周波数の違いですね。まあ、先ほど A とか G、A は5ギガ、ドットイレブンの A は5ギガ、G は2.4ギガの電波を使用していましたよね。で、Wi-Fi でよく出て、無線 LAN のですね、設定をするときに出てきます。G と GW の違いっていうのは何かということを、まあ、疑問に思うかもしれませんけども、Wi-Fi つなぐときにですね、いろんなアクセスポイントに、出てきますけど、最後に末尾に A と G があるのは、それは周波数の違いなんで、A は5ギガなんで、さっきの、特徴、長所短所を見て、ケースバイケースでどちらにつなぐか、よく考えてつなげばいいと。まあ、A は屋内です。屋内専用ですよね。屋外では使えません。まあ、先ほど一部、それが、まあ、許されるようになりましたけども。ということで、で、G と GW の違いはですね、これ暗号化方式の違いですよね。で、まあ、一言で言って GW っていうのは比較的古い通信方式ですね。これはセキュリティ上、危ないんで、まあ、使わないでください。できることなら使ってください。使わないでくださいということでですね、これ暗号化方式が非弱なんですよね。ですから、G と GW と2つあればですね、必ず G の方になると。G だとこういった暗号化方式が、使えますので、
セキュリティの高い方につないでくださいということですね。はい、大体以上がですね、Wi-Fi のお話でしたけども、まあ、録画、次にですね、Bluetooth に入りたいと思いますね。で、Bluetooth もですね、皆さんもお使いいただいておりますけど、私が今使っているこのマウスは、Bluetooth のノートパソコンのマウスですし、それからイヤホンですね、iPhone のイヤホンとかですね、いうのもみんな Bluetooth でスマホと接続していると、ワイヤレスで接続していると思いますけども、まあ、こういうロゴマークが、まあ、Bluetooth はこういうロゴマークがありますよね。で、これはデジタル機器用の近距離無線通信規格の一つであって、まあ、いろんなこれも規格があります。いろんな規格があります。で、これもやはり 2.4 ギガの周波数帯を使ってます。2.4、先ほどの Wi-Fi と同じように2.4ギガ帯の周波数ですから、2.4ギガ帯っていうのはいろんな周波数が使ってますので、家電機器の電子レンジもあるし、Wi-Fi も使ってるし、Bluetooth もあるし、そういう意味でいろんな干渉が起きやすいということなんですよね。そういうのを避けるんであれば、5ギガ帯を使った方がいいですし、まあ、とにかく Bluetooth は 2.4 ギガを使ってます。で、79の周波数チャンネルを、ありますね。この LE という規格は40のチャンネルを使ってますね。ローエナジーの低消費電力の規格があるんですけども、そちらは40ですね。で、この利用する周波数をランダムに変えるような周波数ホッピングを行いながら、まあ、通信距離もですね、これも規格によっていろいろありますけど、低消費電力の場合は10メーターぐらいで、ハイパワーの場合は100メーターぐらいまで。Bluetooth でも100メーターぐらいまで、まあ、これも見通し距離、条件によりますけども、コンディションが良ければ100メーターぐらいまで通信できるものもあります。で、伝送速度はですね、Wi-Fi に比べるとこれ遅いですね。最大でも大体3メガぐらいですし、ハイスピードバージョンでも24メガ BPS ぐらいしか出ません。Wi-Fi はですね、先ほど10ギガ、最新の規格では10ギガ BPS っていうのがありますけども、まあ、標準でも54メガもありますけども、それに比べると Bluetooth は遅いです。ですから、まあ、目的はですね、Bluetooth はですね、せいぜい音楽ですね、音楽、ハイファイとかですね、そういう、まあ、最近ハイファイっていう言葉は使わないんですね。ちょっと死語になっちゃって、ハイレゾですね、ハイレゾ。ハイレゾの音源を、ストリームを送るぐらいの用途においては、この3メガもあれば十分ですから、3メガ BPS でも十分ですから、そういう、まあ、ワイヤレスイヤホンなんかには Bluetooth っていうのは向いています。もちろんこのマウスなんかもそうですけども、で、高速のデータをやり取りすると、この3メガっていうのはもうこの非常に遅いですよね。データ通信としてはちょっと、使えないかなという。で、まあ、これも最近の PC やスマホなんかに搭載されてまして、このワイヤレスヘッドホン、皆さんもお使いかと思いますけども、ワイヤレススピーカー、Bluetooth を使ったワイヤレススピーカーもありますし、あと無線マウスとか、そういったものに。で、これもですね、USB のドングルっていうか、USB タイプのものがあって、まあ、もしパソコンにですね、Bluetooth が搭載されてなければ、デスクトップとか搭載されていなければ、こういったものをまあ、1000円か1500円ぐらいで購入できますので、まあ、買ってきて、挿せば、USB ポートに挿せば、Bluetooth の無線、通信デバイスとして使えます。これ、アンテナ内蔵です。この中にアンテナが内蔵です。ので、まあ、この内蔵アンテナですと、小さなアンテナですから、必ずしもあんまり電波の飛びはそれほど良くはありませんけども、まあ、一応こんなものでも使えますよっていうことですね。で、Bluetooth の規格もですね、先ほどの Wi-Fi のようにですね、Wi-Fi に比べると新しいですけども、まあ、90年代の中ぐらいから制定されました。この Bluetooth はですね、先ほど、
Wi-Fi はですね、IEEE というアメリカの電子情報通信学会がの、その非核化団体が、その組織が制定してるんですけども、Bluetooth はですね、もともと民間ですね、エリクソンっていう、まあ、北欧の、今、エリクソンの携帯電話なんかもありますよね。そういう、テレコムメーカーですけども、機器メーカーですけども、そこが、もともと始めた、制定を始めた、1994年ですね。まあ、その後、インテルとか IBM とかノキアとか東芝なんかが入ってきて、この、Bluetooth の SIG を制定しました。で、この時に、まあ、Bluetooth という名前を、まあ、Bluetooth ってなんか北欧の王様のなんか、そういう由来してる名前だったとき、まあ、あるんですけども。で、実際にこの一番最初のバージョンがですね、バージョン1.0っていうのが、1997年7月に制定された。これはまあ、ほとんど使われてないと思います。その後、バージョン1.0、2001年にバージョン1。このぐらいから、まあ、実際に、この普及始めて、バージョン1.1ぐらいから実際普及始めてですね。もう今、その後、バージョン2、2.1、3、4、4.1、今現在、バージョン5まであるんですね。で、その間にですね、いろいろハイスピード版が出たり、ローエナジー、低消費電力版が出たり、まあ、いろんな、まあ、改良、発展が加えられておりますということで、今現在はですね、一番新しいのは、バージョン5.1かな。まあ、昨年発表、制定されたものですね。まあ、これちょっと Bluetooth の企画、まあ、出典はちょっとこういうところは持ってきましたけども、バージョン1からどういう特徴があるかと。まあ、周波数帯は全部に、Bluetooth の場合は 2.4GHz ですね。で、最大伝送速度は1メガ、やっぱり1メガで、まあ、例外的にこの3.0では54メガあります。これはドットイレブンの G を利用する、同じ 2.4GHz ですね。この Wi-Fi の周波数を利用するもので、まあ、ちょっとこれはですね、Bluetooth という、これはちょっと例外ですけどね。で、またこの4で、またローエナジー版で、1メガにまた戻ってしまう。あと、まあ、この辺はちょっとあんまり置いといて、まあ、主にパケット使われるのはデータとか音声とか、まあ、そういったものですね。データ伝送とか、まあ、音声のもの。まあ、データ伝送も比較的遅いスピードの。で、チャンネル数はですね、大体この、79チャンネル。まあ、同時に79回線つなげるということです。まあ、これは40ですけども。あと、制御チャンネルが3、実際はもう3、制御チャンネル30ぐらいですね。まあ、そういった特徴があってですね、この Bluetooth の規格としてはですね、バージョン1.0、実際この使われ、普及版から始めると、もう、まあ、5まで、5.1まであるんですけども、それぞれどういうアップデートが行われたかっていうことでですね、まず1.1が、ここから実際使われ始めた普及版の、バージョンです。で、1.2ではですね、電波干渉を削減、電波干渉を、の影響を削減するように、まあ、改良が、バージョンアップされたということと、で、2.0からはですね、通信速度を3メガまで切り替えられる、この EDR っていうのはエンハンストデータレートっていう意味ですけども、そういうモードが、EDR っていうモードが加わりました。で、2.1からはこのペアリングが高速で簡単にできるようになったとかですね、まあ、この辺2007年ぐらいですけども、で、2009年ぐらいからはバージョン3、2009年からはバージョン3が出て、バージョン3.0っていうのが出て、通信速度が24メガに、なこれ、ハイスピード機能をオプションで追加したということですね。で、ただし、これは先ほど言いましたように Wi-Fi のチャンネルを使っているということ。4.0では、この低消費電力に、まあ、ワイヤレスイヤホンなんかを使っていると、電池の持ちが気になりますよね、イヤホンの。ワイヤレスイヤホンの持ちは。そういう時には、電池を長持ちさせたければですね、バッテリーを長持ちさせたければ、このバージョン4.0を使うと長持ちしますよということですね。あと4.1ではですね、
データ通信を効率化するような機能とか、LTE の干渉を減らす機能とか、そういったものが、あと直接インターネット接続ができる機能などを追加しました。4.2 では、ローエナジーのデータ速度を 2.5 倍高速化したということと、5.0 からは、2016年から 5.0 ですね。データ通信速度が4.0 の2倍になったということと、通信範囲が4倍、通信容量が2倍になった。で、メッシュネットワークにも対応できるようになった。で、2019、昨年の 5.1 はですね、方向探知機能が追加されたということで、まあ、こういうふうに、Bluetooth 自体もですね、まあ、必ずしも上位コンパチブルではないんですけども、まあ、この特徴を見てですね、どれを使うかということを考えて、そのバージョンを選んだ方がいいと。必ずしもその上位が全て下位の機能を全て兼ねているわけではないんですよね。こう見るとですね。はい、それが大体Bluetooth の規格で、まあ、皆さんこの辺はおなじみかと思いますけども、この辺もまあ、まあ、ポピュラーな無線通信デバイス。それからですね、LWPA っていうのはあんまりこれ、なじみがないかもしれませんけども、最近ですね、いろいろセンサーネットワークとかあったもので、この LWPA が使われ始めています。これはですね、ローパワーワイドエリア、LWPA はローパワーでワイドエリアの略ですね。ちょっと待ってください。それを流されてるのかな。これちょっと間違ってますね。LPWA と、なんでこんな間違いを、ちょっとここで直していきますけども。LPWA に訂正させていただきます。ローパワーワイドエリアの略ですので、はい、LPWA っていうのはですね、そういう、規格があってですね、これは少ない電力でですね、長距離、少ない電力で長距離の、データ転送を実現する無線通信技術の規格です。で、この用途はですね、これ、どういう用途、具体的にどういう用途があるかという、例えばですね、家庭の最近、皆さんの家庭でも使われているかもしれません。で、電力のメーター、スマートメーターっていうのがあって、昔はいちいち水道とか電気のメーター、電力計を検診に来てですね、メーターを読みに来てましたけど、最近来ないですよね。それはもうリモートでですね、アンテナがついてあって、スマートメーターっていうのはアンテナがついてて、自動で送ってるんですよね。ですからいちいち検診に来ないと。それからあと自動販売機なんかにもそういう機能がついているものがあって、在庫がなくなったって、ジュースがなくなって補充しなければならないっていうことですね、そういったセンサーがついている。あとエレベーターなんかですね、もう故障。そういったのもリモートでですね、遠くからその状態を監視するっていう目的があります。で、そういった目的はですね、常にデータを送り続けてるわけじゃないんですね。1日に1回とか、あるいは1時間に1回送ればいいですね。自動販売機なんかも、時々刻々毎秒毎秒、在庫を送ってるわけじゃなくて、まあ1時間に、そんなに頻繁に買いに行く人が来るわけじゃなくて、1時間に1回その在庫がなくなったよっていうのを知らせればいいわけで、そういった目的に使う、規格が LPWA で、まあ1日、あるいは数日に1回程度、非常に低頻度であるけども、非常に小さなデータですね。在庫があといくつ、ジュースのその残りがあと3個ですよというようなデータを1時間に1回送るという、そういった用途とかですね、電力計、スマートメーターの電力計であれば、月に1回ですね、データの使用量を送ればいいといったような目的であればですね、そんなに高速である必要ないし、といった目的に使うために、
まあ、制定された規格ですね。まあ、ある意味、そういうセンサーネットワークですね。センサーの情報を、まあ、吸い上げるといった目的ですね。で、これ、じゃあ、携帯電話使えばいいんじゃないの？携帯電話つなげばいいんじゃないの？で、携帯で、思われるかもしれませんが、携帯電話っていうのはオーバースペックですね。携帯電話って非常に高速で、まあ、インターネットのスマホで、いろんな、YouTube とか見られますけども、高速な通信ができますけど、リアルタイムでできますよね。で、基本料金も1台あたり何千円とかかっちゃいますし、そんなのいちいちつけてたらですね、1台1台の自動販売機に、スマホとか、まあ、ガラケーでもいいんですけど、つないでたら、コストが高くついてしまうと。で、それはちょっとできなくはないですけども、オーバースペックなんですけども、セルラー電話、そういうスマホとか、携帯電話は、もうセルラーのネットワークサービスをしている、まあ、ソフトバンクとかドコモとかですね、KDDI なんかがサービスをしているんですけども、そういうところがですね、こういう LTE の別のネットワークを使ったサービス、この LPWA 用のサービスを展開しております。で、これはですね、利用可能エリアが比較的広くてですね、スマホ用の LTE とは別ですね。別のネットワークで使ってるんですけども。そういう、まあ、こう規格が、セルラー系が、制定している規格がありました、あって、この LTE のネットワーク。周波数はですからセルラーと同じですけども。ただ、通信速度が遅いですね。上り、最大でも1メガぐらいしか出ませんので、下りもそうですね。で、ただ、カバーエリアは非常に広くて、基地局が、これ、セルラー系のスマホとかっていう基地局がカバーする数キロから数十キロと非常にワイドエリアをカバーできます。で、あと NB-IoT っていうのも、これもセルラー系ですけども、これも利用する可能範囲が広くてですね、長距離でスループットモードを実装して省電力。で、これも遅いですね。比較、遅い。で、カバーエリアは、で、それに対して非セルラー系だってですね、これはセルラー系とは別の、規格としてですね、シグフォックスっていうのがあります。で、これ長距離の、これも、セルラーのサービスをしているということは別の、ものが、制定しているんですけども、使っている周波数帯は 920MHz 帯を使ってますね。このローラっていうのとシグフォックスっていうのがあってですね。で、上りの、速度は大体こんなもんですね。BPS ですからもう 100bps とか、かなり遅いですよね。データ通信にしか使えないぐらい。で、カバーエリアも、まあ、比較的、まあ、それでも比較広くて、まあ、セルラーよりは狭いかもしれませんけども、こちら、むしろこちらの方が広いんですね。数十キロまで行きますね。セルラーは十数キロですけども、こういったものがあります。で、まあ、実際、このセルラー系は LTE を使ったものは、こういう、まあ、これ USB のドングル、形式で USB のポートに挿せば使えるようなものですけども、こういったもの、ベライゾンが出してますし、あとローラを、非セルラー系の、ローラーとしてはですね、いろんなベンダーが出してまして、こういうトランシーバー、送受信機能を非常に小さなチップに、これ表面実装用のパッケージに、ここにアンテナが、刺さるんですけど、こういったものとかですね。あと、シグフォックスではですね、こういった、これ、日本では京セラコミュニケーションもですね、京セラがその企画に、サービスを提供してますけども、こういうシグフォックスのですね、サービスを提供してますけども、こういった USB タイプのものとかも、マルチセンサーを搭載したものとかっていうものがあります。こういったのが、ちょっとここも直ってないですけども、LPWA のローパワーワイドエリアの端末ということですね。ですね。だんだん時間もちょっとあれしてきますんで、最後に、
で、次にですね、Zigbee。Zigbee もですね、大体これもセンサーネットワーク、LPWA とは、目的は非常に近いですけども、センサーネットワーク用のですね、センサーネットワークを目的とした、無線通信規格の一つです。で、実際のモジュール、具体的なモジュールとしては、こういった写真にある。通信速度はやはり非常に低速です。低速ですので、低速ですけども消費電力が極めて少ないと。先ほどの、LPWA もそうですけども、電池駆動で、ボタン電池1個でですね、5年も、場合によっては5年、10年使えると。で、10年使える、ボタン電池1個で10年使うのは、普段はスリープモードっていうのに入るんですね。普段は眠ってると。ほとんどもう電力を消費しない。で、時々起きてですね、1日に1回起きて、データを送信するだけと。で、データを送信する以外はもうスリープしてるっていうような使い方ですので、もうそういうモードがあるものはもう、で、バッテリーは非常に長持ちします。で、そういった、センサー用途ですね、電池駆動が可能な超小型の機器への実装に向いていて、通信デバイスもこういう比較的安価です。1個数千円で買えますので。で、電気的な仕様は、先ほど IEEE が制定です。この Zigbee は IEEE が定めてますけど、IEEE の 802. この15ってですね。先ほど Wi-Fi は .11 でしたけど、.15 として制定されてます。ですね、これ、身近なもので、私も使ってますけども、こういうトワイライトっていうものがですね、市販されてまして、これですね、ちょっと見えてますでしょうかね。秋葉原でも売ってますし、マルチなんかでも、市販されてますけども、こういった小さな、これジグミの規格です。この URL からですね、このモノワイヤレスっていうところから、購入できますけども、3000円ぐらいで、2500円か3000円ぐらいで購入できますけども、こういった、これはアンテナですね、このマッチ棒みたいなものがアンテナでですね、こういうドングルタイプの、USB のドングルタイプのものもありますけども、あるいはこのチップだけ、このパ、あの表面実装のパッケージだけのものもありますけど、こういう、ブレッドボードに刺さるタイプのもので、ここにこういうボタン電池ですね。これボタン電池が入ってますけども、これを搭載してやれば、このボタン電池だけでですね、5年、10年と、非常に長時間データを送り続けることができますよということでですね、このトワイライトにはいろんな遠隔制御、これを使って何をするかといういろんなことができますけども、遠隔監視、リモート、いろんなモードがありますので、一つはこのパソコンからですね、データを送ってですね、遠隔の機器をこれで制御するとかですね、逆にこの遠隔の、例えば温度センサーをつけてやればですね、遠くの方の各部屋の温度とかですね、そういったものを全部ここに収集してですね、このノパソコンでですね、それぞれのセンサーの、値をここに収集するとかですね、こういったリモートモニタリング、これは立体駐車場なんかにも、使われてたり、ここのロットがですね、空いてるか、車が入ってるか、パーキングロットに車が入ってるかどうかっていうのを、このセンサーをですね、送って収集してモニターするとかですね、この部屋のですね、温度なんかをスマホで、全部収集するとか、そういったいろんな用途がありますよということですね。で、こういったジグミを使ったセンサーネットワークとしてはですね、このジグミの送信出力は非常に小さなものです。10ミリワット程度と小さいんで、でもですね、見通し距離とか比較的、この周波数は2.4ギガなんですけども、見通し距離さえあればですね、10ミリワットって非常に小さいように思いますけども、見通しさえ
見通し距離さえあれば、まずこのアンテナでもですね、このアンテナでも100メートルぐらいは飛びます。このマッチ棒のようなアンテナでも100メートルぐらい。で、ちゃんとしたアンテナをつけてやればですね、この外部アンテナをつけてやればですね、数キロの長距離の伝送も十分可能ですので、まあ十分センサーネットワーク、農業用の、例えば遠くのですね、数キロ先の水田のですね、に水が入っているかどうかとかですね、そういったところを、農家が管理するとか、そういった用途にも使えます。最近そういう農業用のハウスとかですね、そういったところにもこういうセンサー、デバイスっていうのは使われてますので、まあ農業のもう IoT 化が進んでます。農業だけに限らず農業、漁業、何でもそうですけども、そういったところでも、こういった機器が使われているということですね。で、さらにこれ、中継機を立てればですね、まあこのピアトゥーピアでもそのぐらいは飛ばせる能力、アンテナさえちゃんとしたものをつければ、ピアトゥーピアでも、そのぐらい長距離の通信ができますけども、さらにですね、中継機を使ってやればですね、もっと長距離、距離を伸ばすことができます。で、大規模なセンサーネットワークも、構築することができますよ。で、ジグミーを使ってやったら、まあ、他にいろんな規格がありますけども、まあ、周波数帯としては2.4ギガ、それから920を使う場合、まあ、先ほどの、LPWA の場合もそうですけども、920を使ってますよね。そういったこれ周波数帯。ただし、通信速度、データ転送速度は比較的遅い用途で使って205、ジグビーの場合も 250kbps ですし、この辺も非常に遅いですね。あと、どういったネットワーク構成が考えられるかって、まあ、ジグビーの場合、先ほど、ここにホストがあって、ここに端末からのデータを全部収集するとかですね、こういうスターが型の、ネットワークはもちろんできますけども、それ以外にでもですね、こういうツリー型、中継機を使ってですね、この距離を伸ばしていくとかですね、あとメッシュ型とかですね、そういったネットワークトポロジーが可能になってきます。もちろんピアトゥピアもできますけども、いろんなそのセンサーネットワークの、ネットワークトポロジーができるっていう、まあ、かなりいろんなこういう機能が備わっているのがこのジグビーですね。で、まあ、そういった使い方をするときにですね、ジグミの場合、この辺は詳しいジグミの使い方ですけども、まあ、動作開始時にこの、下の3つのモードですね、3種類のどの役割を担わせるか、これ全部デバイスとしては同じものですけども、動作を始めるときにですね、このコーディネーターになるのか、ルーターになるのか、エンドデバイスなのかっていうふうに、設定するんですね、ソフトウェア的に。で、コーディネーターはこのネットワークの中に、1台だけです。で、ルーターはWi-Fi のルーターと同じように、こう中継したりとかします。このエンドデバイスっていうのはもう端末ですので、これはこれ各が役割がですね、自分はコーディネーターとして機能しますとかっていうのを一番最初に動作を始めるときにですね、これをアサインしますね。で、コーディネーターがこういう、ネットワークをコーディネートする一番前、まあ、偉いというかですね、そういう、チャンネルのマネージャーとか、そういった管理的な役割、ネットワークを管理する役割をしますし、さらに外部のインターネットとも接続するようなゲートウェイとしての機能も持つことができます。それに対して、エンドデバイスはこれをまあここにセンサーなどを接続して、で、まあ、スリープに入って、間欠的な動作をしながらいろんなデータを収集して、それをこう転送していくといった機能を役に立ちますね。ただし、このデータの中継は行わない。一度エンドデバイスになってしまったら、データの中継は行うことができません。で、データはですね、それに接続される、まあ、無線で接続されるルーターまたはコーディネーターに、直接このコーディネーターに送ることもできますけども、そういった使い方。で、ルーターはですね、
メッシュネットワークのこの能力を持ってます。で、いろんなこのエンドデバイスからの、接続も、受け持ちますし、この、コーディネーターにデータを転送するとか、そういった中継機としての役割も、担うことができますね。そういうふうに、いろんなこうメッシュネットワークを、高度なメッシュネットワークを構築してですね、いろんなセンサーネットワークとしての機能を担うということができるということですね。で、これまで見てきたですね、Wi-Fi と Bluetooth、Zigbee、それぞれ、全部これを無線通信の規格としては、目的がみんな違ってですね、いや、違うのでですね、特徴もだいぶ異なりますけども、Wi-Fi では 2.4 ギガとかに、利用する5ギガを使うものもありますけども、Bluetooth とか Zigbee、Wi-Fi に共通しているのは 2.4 ギガ帯を使うと。で、チャンネル数も違う。で、接続できるノードはですね、Wi-Fi とか Bluetooth というのは比較的少ないですね。Wi-Fi でも32ノード。Bluetooth はさらに少ないですけども、Zigbee はですね、センサーネットワークですから、65,536というもの、おびただしい数のですね、ノードを接続してですね、そういう情報を収集することができるっていうのがまた違う。これは明らかにその用途によってですね、使うわけです。センサーネットワークっていうのはそういう使い方をします。ただし、通信速度はですね、これは遅いですね。で、比較遅いデータ。Wi-Fi はそういう高速のストリームデータを使うんで高速です。で、電池もですね、やっぱり消費電力その分大きいんですね。電池ですと数時間ですけども、こちらはもうセンサーネットワーク用ですと数年間。通信可能距離も、Wi-Fi ですとせいぜい100メートルです。で、Bluetooth では10メートルぐらい。100メートルっていうのもありますけども、近距離のもの。それに対してセンサーネットワークは長距離にも対応してますよということですね。セキュリティはこの Wi-Fi は高いですね。こちらの方は、あんまりその Bluetooth とかこの辺はそんなに求められないですけども、こちらは高い暗号化を、高度な暗号化がありますよと。ネットワークの形態も、このセンサーネットワークはメッシュとかいろんな形態が、ツリーとかいろんな形態に対応しているということですね。こういった用途で利用されてますということで、大体ですね、ちょっと今日のところはですね、ここからソフトウェアラジオの構成、ソフトウェア無線で、来週のお話で今ちょうど1時間、今日はちょっと初回ですので、オンデマンドですから比較的早くお話喋っちゃうんで、短くなっちゃいますけども、普段だったらこう実験、実際これをお持ちしてですね、無線通信ができることをどのぐらい飛ぶのかっていうのを実証しながらやりますので、ちょっとオンラインですとそこまでできませんので、今日のところは、ここで終わりにしたいと思います。で、この講義資料は実はですね、もう来週、あと2回分も、ありますので、もうダウンロードしていただければですね、来週以降の分、来週、再来週の分も含んで出ますので、この続きは、次回、お話ししたいと思います。はい、それでは今日はこれで終わりにしますけども、よろしいでしょうかね。ご質問等あればメールとかですね、あるいはこの、YouTube のコメント欄に書いていただいても、あと感想もでもいいですね。感想とかコメントがあったら、ご記入いただければと。学籍番号を最低書いていただけないと、出席して、これを聴講したということがわかりませんので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、これでは今日の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。